ど変態じゃねえか。はーい皆様こんらみーこんばんはーホルライブ5期生のいきょな、ラミーですー <laughs> え、ということでね、今日は、え、不審者情報が入ったということで、もうね、犯人はわかってるんですけれども、えー、そこのゆきみさんでしょあなたなんでしょ それはね、よく分かっているんだけれども、けれども、まぁ、あ、ちょっと違う可能性も加味してね。違うかもしれないっていう可能性を感じながら、やっていきたいと思います。不審者情報。ラミーちゃんじゃないのなんでだよ。ラミーのわけがなかろうに。右下の不審者かわいい。おい、誰が不審者やねん。<laughs> 失礼やぞ。 ホラー大丈夫なんおい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 。ゆきゃなラミーなんで配信者やってると思ってますかホラーなんてね、お茶の子最さい,さいですよ。いい加減ね。あ、やばいこれ、走るのボタンがないが。この、現時点ではラミーが不審者だよな。どう見ても。通学路。通学路ってことは学校があるんだな。 そういう分析をしていくことで、ね、ええー、怖くなくなるというね。そういう方向性でいこう。<laughs> 何しとんじゃ何やってんのこの人不審者なんですけどめっちゃ目見てくるし怖いこっち、こっち行ったらどうなるの 不審者すぎるだろう、こんなとこに入り込んで。何してんの <laughs> 出るの手伝ったらやだよ。出れるだろ、普通に。今の人何いや、ほんとだよ。<laughs> 気持ち悪いから早く帰ろう。早く帰ろう。電話ボックスは、でもお姉さん、いやここ開けて。レイ子さん誰よ。今日も残業だったのかな 怖いから一緒に帰ってもらおう。レイコさん、レイコさん何してんの？え、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 え。え？えいないけど。うだ <laughs> なるほどね、そういうタイプね。ふん。 なるほどね。わかった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 。そうやって出てくるタイプね、今回。はい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 。雪見ステップね、それが。雪見ステップ。だいぶでも、ラミーが158だから、そう考えると結構ちっちゃいぞ、この雪見さん。腰が曲がってるからか。ああなんだやんのか、嫌なおは こうやってやったら、ずっと、入んないかなちょっと気持ち悪いなぁ。あー怖いなぁ。ここからひょっこり雪みあるなあ。待って、なんかいない今。え、今これになんか見えた。この真ん中らへん、な、なんかいた気がする。違うか、違うか、そう見えるだけか。え、いるないるなれいこさんじゃないあれ。 家入れなくて困ってる説ある。レイコさん逃げる気なんでよええ。うー <laughs> レイコさんそんなそんなそんなレベルでそ、レイコさんそんなレベルでぶっ倒れることのこと え、どどうどどどうするどうするゆ,ゆうきみに出てきたちょっと待ってあえちょっと待ってちょ,いやちょっと待って待っちょっと待って,っ待って <laughs> だってれいこさん見捨てるわけにはいかないお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 いどうすんだよこれれいこさんいいのこのまんまでちょっと待ってよく考えてみたら金曜の深夜こんな時間まで仕事してるってやばくないか ブラックやな。いや、ブラックでしょ。普通に、レ子さんもあんなとこでさ、公衆電話で、いや、レ子さんおかしくない家があんな近くにあるのにさ、わざわざ公衆電話で電話しなきゃいけない相手ってどういう相手れいこさんこそ不審者まである。おっしゃんよ金のー。はい、ここどうよ って何だったの？思い出した。あの人町内会の会長さんあやばいだろう。会長があれはやばいよ。なんだこれ？ついに待ち望んでいた日がやってきた。憧れのスクール、瑞ずの名称が手がけた。一品をついに手に入れることができた。 丁寧に包まれたそのパッケージを開けた瞬間、私の心臓が激しく鼓動しているのを感じた。その記事の感触は私を未知の世界へと連れ,連れていってくれるようだった。と変態じゃねえか。ついに決断した。私がこのスクール水着を着用してみ街を闊歩することで多くの人がその素晴らしさに気づいてくれるはずだ。この特別な体験を共有するために。 積極的な行動を起こすことが必要だと確信した人々が私の着用するこの水着を見てその美しさと質感に歓喜することは間違いないだろうこの思いはもう止められない誰か止めろよこいつを嘘だろう仕事が終わってから深夜私は街をも歩き回った深夜ではあったが出会った人々は皆驚きと称賛の眼差しで私を見てくれた 街灯の下、私の身にまとった水着はまるで月のしずくのように輝いていた。きっしょく悪い文章書くな、この人は。いや、この人というか、誰やねんちょっ,と待って。<laughs> 待って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 、誰やねん、この人は。明日からもこの活動を続けようと思う。この行動がすべての人々の希望の灯火になると信じて。 すくみず、きたろかっこ62。なんで自分の歳まで書くんだよ <laughs>。書く必要ある年齢まで。ないだろう。すくみず、き太郎の家ってことこれ。ど変態野郎の部屋じゃん、これ。自分の家じゃないってことここじゃあ、すくみず、き太郎の部屋ってことどうなんだろう。ラミイコールすくみず、きたろなのか。否か。ああ。 これ鏡だな、これ多分。これでラミーが月の雫をみんなに見せるわけだ。お披露目します。ラミー、えー、雪花ラミー新衣装。皆さん、見てください。こちら <laughs> 雪花ラミー新衣装ですすくみず、きたろう、かっこ62。すごい頑張るぞい どうですか <laughs> そりゃあ町長さんも追いかけてくるわ皆様本日もご来店いただき誠にありがとうございましたまたのお越しをお待ちしております